ジンくんの興奮が止まりません。コーチェラのリハーサルが終了しましたマイクそこには興奮と緊張が入り混じった感情がありますね。日本時間で明日の朝、ついに海外での初パフォーマンスが待っています。ナンバーアンダーライン愛のみんなは全力で楽しんでぶちかましてくれることでしょう。ジングジユータのインスタグラムストーリーからの情報を見て、 ファンたちは興奮を隠せません。彼らがリハーサルから笑顔を見せると不安なんてなくなります。自信に満ち溢れています。そして海外での初パフォーマンスに向けての準備が整っているようです。海外からの応援メッセージが送られ、それを受けてジン君もやっちゃってください。と依らしています。ファンたちは彼らの笑顔と満ち足りた表情を見ると、 自分たちも安心します。ジく君とナンバーアンダーライン愛の興奮が止まりません。ジく君はついに海外での初パフォーマンスに向けて、コーチェラのリハーサルを終えました。ファンたちは彼らの笑顔と準備の様子を見て、安心しました。しかし、海外での挑戦は緊張も伴います。 ジン君とナンバーアンダーライン愛は数多くの観客の前で素晴らしいパフォーマンスを披露することになります。ファンたちは彼らの成功を願っており、明日の本番が待ち遠しいです。ジン君はリハーサル後にファンにその様子を報告しました。彼の笑顔からは楽しんでいることが伝わってきます。ファンたちは彼の活動をリアルタイムで追いかけ、 彼が何をしているかを気にかけています。ジンくんがストーリーを通じてファンとコミュニケーションをとることで、ファンは彼の活動に参加しているような気持ちになります。海外での初パフォーマンスに向けて、神宮寺優太は準備万端の様子です。彼の表情からは、楽しむことを心から楽しみにしていることが伝わってきます。彼がコーチェラのリハーサルからの報告をしてくれることで、 ファンも彼の興奮を共有することができます。明日の本番に向けて彼の笑顔を見ると、ファンも彼の舞台での活躍を心から楽しみにしています。コーチェラのライブを見ることで、神宮寺ゆ太とナンバーアンダーライン愛のファンは興奮を覚えます。モハベステージから見る観客の数は驚くほどです。そして、 その中でナンバーアンダーラインアイがパフォーマンスをする姿を想像すると胸が高鳴ります。彼らがどんなに素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるかファンは楽しみにしています。彼らの活躍を心から応援しています。明日の本番が待ち遠しいですね。ジンくんとナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが成功することを願っています。そして 彼らの笑顔と活躍を心から楽しみにしています。ファンの声援が彼らを後押しし、素晴らしいパフォーマンスを生み出すことでしょう。ジン君とナンバーアンダーライン愛の興奮が高まっています。コーチェラのリハーサルが終了しましたが、この初めての海外パフォーマンスに向けた準備は、まさに万全です。ファンたちはジン君の笑顔を見ると安心し、 彼のインスタストーリーを通じて彼とのコミュニケーションを楽しんでいます。ジ君くんはリハーサル後、ファンにその様子を報告しました。彼の笑顔からは彼が本当に楽しんでいることが伝わってきます。ファンたちはジ君くんの活動を追いかけ、彼の成功を心から願っています。一方で、海外パフォーマンスには緊張も伴います。 んくんは日本から離れ、大勢の観客の前でパフォーマンスを披露します。ファンたちは彼らがどんな素晴らしいパフォーマンスを見せるのかワクワクしています。コーチェラのライブを見ることで、ジく君とナンバーアンダーライン愛のファンは興奮を覚えます。想像するだけで胸が高鳴ります。彼らの活躍を心から応援しています。明日の本番が待ち遠しいですね。 ジン君とナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが成功することを願っています。彼らの笑顔と活躍に期待しています。皆さんも一緒に彼らを応援しましょう。彼らの才能を称え、素晴らしいパフォーマンスを引き出すことができるでしょうかジン君とナンバーアンダーライン愛のファンの皆さん、彼らのパフォーマンスに興奮していますか彼らの成功を楽しみにしていますか 一緒に彼らを応援しましょう。彼らの活躍を見守り、彼らを力強く後押ししましょう。最後に、皆さんはジンくんとナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに興奮していますか彼らの活躍を楽しみにしていますか一緒に彼らを応援しましょう。明日のコーチェラでのパフォーマンスがどんな驚きをもたらすのか、ワクワクしていますね。 あなたは彼らの成功を信じていますかそれとも緊張していますか彼らの挑戦に対してあなたはどんなエールを送りたいですか一緒に彼らを励まし、応援しましょう。